気象庁は北海道に記録的短時間大雨情報を出しました三笠市付近で午後1時40分までの1時間におよそ110ミリの大雨が降っているとみられますまた岩見沢市、岩見沢付近で午後1時20分までの1時間におよそ100ミリの大雨が降っているとみられますさらに青森県にも記録的短時間大雨情報が出ました黒石市付近で、 午後1時40分までの1時間におよそ90ミリの大雨が降っているとみられますまた七戸町付近で午後1時20分までの1時間におよそ90ミリの大雨が降っているとみられます災害の発生につながるような猛烈な雨です土砂災害や浸水被害が発生しやすい地区にお住まいの方早めの避難を心がけるとともに自治体から発表される避難指示などの情報にご注意ください